今後県内全域に感染を拡大し、医療の逼迫を招く恐れがあるため、本日1月24日、政府に対して本県におけるまん延防止等重点措置を適用するよう要請をいたしました。コロナウイルス感染症にかかる対策本部本部会議を開催いたします。学校などでクラスターが発生するなどして、山形市のほか酒田市、鶴岡市などの省内地域で、酒田市と鶴岡市からは、まん延防止等重点措置を政府に要望して要請してもらいたいという要望が、県に対してあったところであります。これらのことを総合的に判断し、本日県から政府に対してまん延防止等重点措置の適用を要請いたしました。